あしゃー、すぐ、おもろ、ぜん、皆さん、こんにちは、高橋です。はい、よろしくお願いします。はい。本日はですね、また足の使い方に関連して動画を撮りたいと思います。今ですね、セミナーをこう、月末にやろうと思ってるんですが、その時の大きなテーマになるのはですね、今の現代の弓道の弓の引き方と、昔の古くの弓道の大きな違いっていうのが足が使えてるかどうかね。こう弓道の稽古してる時に、私も昔道場でね、お前足使えてるか足できてるかっていうふうに聞かれたりとかするんですよ。なんで現代の弓道あんま変わらないですよね。足使えてるかどうかなんか言わないじゃないですか。でここでそこで今回はその足が使えているかどうかとかっていうのが体で即体感ができる方法ということで、今回この理論弓道ですね、楽に弓を開く方法ということで、お話ししたいと思います。それでは、これで一発であなたの胴作りが決まる足の使い方についてお話ししたいと思います。はい、はい、これがあの胴作りで一番大事なところ。まずお尻がこういう風に中に入っている感じっていうのがまず欲しい。で、二つ目、この足が伸びているね。まあ例えばお尻が出てて足を下に伸ばそうとすると、つま先に体重が乗ったり、足の裏の荷重っていうのがすごく強くて、こう体がぶれやすくなりますよね。でもお尻がこうぐーっと入った状態で下ろすと、これだとこう安定すると、おいいじゃんいう風になるわけです。で、胴作りっていうのは背骨の一番下の基底部、こっから上方向に伸びたわけですよね。で、この上方向に伸びることによって、こういう風にね、こう上方向に伸びること、ぐーって伸びることによって、お腹の筋肉と背中の筋肉がこう伸びます。でこれが真上に伸びれば五道でいうところの中道になるわけです。五道っていうのは屈む道、これ反る道、ね、軒道と、であと、かかる道ってありますよね。で、あの4つの道作りではなくて、筋的の、まあ、直進性を出すためには中道というまっすぐな状態っていうのが適している。だけどその中道のまっすぐな道作りというのは、まあ、これは古くの文献見たら分かるんですけども、ただ単純に形だけまっすぐになっているのは、まあ、あの表面的にしか内容は理解できなくて、中身は全然理解できていませんよっていうことをですね、これは本田俊成先生とかはね、解説しているわけでございます。だから胴作りっていうのはまっすぐ伸びてる。じゃあその次にまっすぐ、まあ、伸ばすのがいいっていうのは分かったと。でそこで次に大事になってくるのがこのふくらはぎの筋肉ですよね。じゃあ皆さんちょっとやってみましょうか。こういうふうに足をこう踏んで、足踏みするじゃないですか。足踏みするときに、じゃあ、お尻入れてくださいねって言って、お尻入れてください。こうやって。お尻入れたら、なんか、太ももの前側の筋肉力入らないですか？こうやって太ももの前側の筋肉力入るんですか？普通の人がこれやると、ちょっと胴作りに逆に力が入ってしまう可能性っていうのがあるんですよ。だから、これは、胴作りとしてはなんかやり方ちぎんじゃねっていう風に思っちゃうんですが、違う、それは足が使えてないから。じゃあ今からちょっと足使いましょう。じゃあどうやって足使うかっていうのをちょっとお話ししたいと思うんですけど、まずね、かかとじゃないわ、ごめんなさい、ふくらはぎの筋肉をね伸ばしてほしいわけですよ。こんな感じでちょっと私がやりますね。これこういう風にしてほしいんですね。これね、こういう風にしてもらっていいですか。こう今足がこういう風に、地面こうやって接してると思うんですけど、これを上に上げてふくらはぎの筋肉を伸ばしてください。だからどんな感じになるのかというとですね、こんな感じ。あ、ちょっと下
下になっちゃいますね。こだからどんな感じになるかというとですね、よいしょ、こんな感じ、こういう風に足こうやって立ってるじゃないですか。でこれをこういう風に踏んでこうやってってください。でこれでふくらはぎの筋肉伸ばす。こうでこういう、こうよいしょ、こうやって、はい、これあと3回ぐらい繰り返して、3回っていうかまあ今2回やったんで、これで3回繰り返してください。でそれをやってた後にこうやって3回繰り返した後に、でははい、もう一回足踏みをして、はい、お尻を中に入れてみてください。さっきよりやりやすくないですか？さっきよりやりやすくないですか？これだとふくらはぎの筋肉を伸ばすとお尻中に入れやすくなるんですよ。これとても重要な話。ふくらはぎっていうのはもうこの弓道の筋肉いっぱいあるんですけども、もう一番大事といっても過言じゃない筋肉です、ふくらはぎ。ここの筋肉が伸びてなかったら、ここの筋肉が柔らかくなかったら、胴作りで足から胴作りを安定させる、あるいは背骨を一番の真下の部分から伸ばすっていうのが難しくなります。だからふくらはぎの筋肉っていうのは柔らかくしておくのはとても大事。ここが柔らかいとお尻が中に入って、それって背骨がこうグッと上に上がるんですね。これを宇野洋三郎先生は、ひかがみをへこむようにして伸ばしなさいって言葉を残してるんです。ふくらはぎが下方向に伸びるんで、あたかもこの膝の関節ってピーンって伸びるじゃないですか。それを力抜いたらへこむじゃないですか。それをへこむようにして伸ばしなさいって言ってるんですね。で、弓道連盟の場合はそれをピンと伸ばしなさいって言うんですけども、あのピンと伸ばすのには間違いがあります。あのね、ピンと伸ばす伸ばし方はあるんですよ。だから弓道連盟の言ってるひかがみの伸ばすのは間違ったひかがみの伸ばし方をやってるので、あれでは力が入るだけです。だから現に講談社の先生とか、あの全然射形とかそんなに綺麗じゃないわけなんですけども、腕がすごく震えたりとか、すごく軽い弓を引いているんだけども、全然なんかもうこんな感じで離れが出ちゃうっていうのは、あれは足が使えていないからです。でそもそもですよ、このふくらはぎの筋肉って弓道ってめっちゃ使ってるんですよ。皆さんどういう時に使うかって分かります？これ礼の動作の時に使うんですよ。身息の礼って言って、一番最初にこういう風に礼するじゃないですか。この礼をする時にふくらはぎの筋肉は硬い状態、ふくらはぎの筋肉硬い状態ってのは、つま先に体重を乗せてこれで礼してください。お尻が出ちゃうじゃないですか。でこういう風にやって持ち上げる時にすごく力入るじゃないですか。だけどこれを例えばかかとに体重乗せて、つま先を上げて、ふくらはぎを伸ばした状態で礼をしてください。こうやるとお尻って出にくい。でしかもゆっくり。でゆっくり上げてる。上げてる時に背筋も力が入らない。だってこういうふうに体重が下に降りるか。これは礼の動作でやるんですよ。礼の動作ってふくらはぎの筋肉を伸ばして、ふくらはぎを落とすことで自分の心と自分の重心と自分の意識を下に落としてから下に入るんですよ。それが礼の基本なんです。まあこういう礼の動作とか礼のにおける体の使い方っていうのは弓道連盟では全然収まらないと思うんですけど、まあ、これが理解したかったら私の、最近理論作法っていうのがあるんで、それ全部覚えれば、弓道の作法の動作って13箇所力が入りやすい箇所があります。で弓道連盟の先生はもれなくそこにどんどん力が入っていって、自分で自ら射形っていうのを崩していってるわけなんですね。でそこの部分を抑えれば、力が抜けた状態でずっと動作ができるので、例によって射法の基本っていうのが身につくということなんですね。だからふくらはぎの筋肉は舐めちゃダメです。ここの筋肉が柔らかいかどうかっていうのは、射が胴作りがうまくいくかっていうのってとんでもなく重要ですので、皆さん明日からふくらはぎの筋肉をぜひ伸ばしてください。具体的な伸ばし方っていうのはさっきのやつだけでもいいんですけども、さっきのやり方からじゃあどうやって弓の引き方につながるのかとか、じゃあこれでどうやってその弓っていうのを開きやすくなるのかっていう具体的な内容で知りたかったら、まあ今月末にやるセミナーとかに、ご参加いただければ、これ全部教えますので、意識してみてください。以上です。ありがとうございました。